まず会話を聞いてください。それから質問を聞いて、答えをメモしてください。では、始めます。日本には宅配便という便利なものがある。旅行するのは楽しいけれど、大きい壁を持って歩くのはね、と言ったのはもう昔のことだ。今は旅行の前に宅配便の店に電話をかけると、店の人が荷物を取りに来てくれる。次の日、私は何も持たないで新幹線に乗ってホテルまで楽に行くことができる。旅行のお土産もたくさん買うことができる。ホテルを出発する前に旅行カバンとお土産が入っている大きい袋をホテルのフロントへ持っていて、これを宅配便でお願いしますと言えばいい。旅行が終わって家に帰る。そして楽しい思い出と一緒に荷物も次の日ちゃんと家に戻ってくる。こんなに便利な宅配便だからこれを利用する人は増え続けるだろう。1番。日本の昔の旅行はどうでしたか？1。宅配便で楽だった。2。大きい壁を持っていても楽しかった。3。ホテルのサービスが良くて楽しかった。4。大きい画面で旅行はちょっと大変だった。2番。女の人は何について話していますか？1。旅行の大変さ。2。ホテルのサービス。3。宅配便の便利さ。4。宅配便の使い方。